ゾエチャンネル。さらに今ゾエチャンネルです。今日はまず、見てほしいんですけど、今私使ってるキーボードこんなんなんですよ。エレコムさんのキーボードで、これ何年前かな、ずいぶん前に購入して、今まで使ってきたものです。これね、あのここでこう、これわかります、あのマウスの代わりでこうタッチパネルみたいになってて、まあ、動かせたりね、あのこう数字がこうタッチパネルで打てたりするわけなんですけど、もうぶっちゃけこの機能いらないんですよね。これ マウスでやるんで、はい、ってなった時に、数字をねこうタッチパネルで押すんですけど、結構ねなんか押しにくいんですよ。これタッチ感というか、なんかこう押せてなかったり、あとねこうキーボードでこう打ってる時になんか小指が不自然に当たった時に勝手に数字をドアーって入っちゃうとか、まあそういうのがね最近というか、もうずっと前からちょっと自分には合ってないなっていうか、結構イライラすることがあったんで、これもいいキーボードだと思うんですけど、あのコンパクトでこう薄くてねすごいで、まあこうやってあの立ててね、あの収納できるとか、そういういいところあったんですけど、ちょっと今回このキーボードとさよならしようかなと思いました。でなんでかっていうと、たまたまねあの家電量販店見てたら、あのゲーミングキーボードがすごい破格の値段で新品で売ってて、ちょっとそれでね、あの自分ゲーミングキーボード持ってないんで、ちょっと買ってみようかなということで、3980円で新品で、売ってたので買ってきました。こちらになります。はい、あのゲームのあのホリから出てる、あのエッジっていうんですかねっていうところの、あのメカニカルキーボードですね。ゲーミングキーボードか。はい。こちらの方を買ってきたっていうところで、古いキーボードとさよならしようかなっていうところになります。ではね、早速開封の方をやっていきたいと思います。はい、開けていきます。ちょっと嬉しいんですけど、初めてのゲーミングキーボードで。なんか、ネットとかで見てても、やっぱりゲーミングキーボードってめっちゃ高くて、なんか 1万円とか、平気するやつありますし、ちょっとキーボードだけにどうなのかなって思ってたんですけど、あ、こんな感じですね。はい。これもね、調べたら結構いい値段する、もともとはねすごいいい値段するようなキーボードだったんですよ。でそれがね3980円って、なんか在庫処分かなんかわかんないですけど、残りね、2個か3個か並んでる状態で、即買いだなと思って、買いました。一応店員さんにも、これ、なんでこんな安いんですかねっていうのを聞いたんですけど、まあ、特になんか理由ないみたいで、まあ在庫処分じゃないですかねみたいな感じで、まあその店員さんもあんまり、ちょっと事情詳しくなかったみたいなんですけど、はい、まあ、こんな感じですね。説明書も入ってます。箱の中はね、これで終わりか。はい、キーボードを開封していきます。ああ、結構こんな感じなんですね。なんか、この、ギラギラなんです。この表面がこうアルミ合金、なんか言い方はわかんないですけど、なんかアルミ製のなんかやつらしいです。はい。キーの配列は、まあ、こんな感じですね。はい、メカニカルキーボードを初めて手にします。はい、まあ、こんな感じですね。テンキーもついてて、はい、これちゃんと打てるんでね、あの今まで使ってたなんかタッチパネルみたいなテンキーじゃないんで、こっちの方が全然自分には合ってます。はい、もうそれだけでもすごい嬉しいですね。でこれは有線で、だいたいこういうのって有線なんですかね、ゲーミングキーボードって。あんまり詳しくないんですけど、はい、これですね。はい。これ、なんていうんですか、名前、正式の名前わかんないですけど、あの、キーボードのここに、こうやってつくやつですね。はい。なんかちょっと、なんかチープな感じしますけど、まあこういうもんなんですかね。ちょっと短いですね。もうちょっとなんか長いんかなと思ってましたけど、短いですね。はい。まあこんな感じです。はい。とりあえず開封終わりということで、とりあえず、あの、接続、これとこれ、つなげたいと思います。
こんなもんやったことないですからね。多分ここら辺をグッと入れるんでしょうけど、あ、めっちゃ簡単ですね。パチッとはまります。はい、あとこれで立てれるんですかね。はい、高さ伝わりますか。こうした方がいいのかな。はい、まあ、これぐらい立ち上がると爪で。はい、そんな感じです。そうなんですよね、ちょっとキーボードを変えたら慣れるまで多分時間かかると思うんですけど、ちょっとまだ良さがね、ちょっともう天気ぐらいしかちょっと分かってないんですけど、はい、結構打った音しますね、これ。カチャ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 、これがいいのかもしれないですけど、ちょっとよくわかんないです。はい、すいません。じゃあとりあえずパソコンの方に接続して設定していきたいと思います。なんかガタガタしますね、これ。なんかここはこうちょっとガタガタ感あります。なんかちょっとやっぱチープ感がありますね。ちょっとこれあんまり嬉しくないですね。ということで今 PC に接続を完了しました。青色の光り方こんな感じですね。初めてこういう綺麗に光るキーボードを使うので、ね、本当に綺麗だなと思ってます。青一色ですけど、最近のやつはすごいカラフルなんですね。はい、今電気つけてるんですけど、もう一個ね、手元の照明つけても、まあこれぐらいの光り方ですね。結構強く光ってますね。はい、明るくても 青だなっていう感じです。で、打ってる音ですね。はい、こんな感じです。で、 PC にセットした感じがこんな感じですね。はい、結構いいんじゃないかなと思います。で、このキーボードなんですけど、説明書読んでたらなんかソフトウェアがあって、キーボードやのにソフトウェアあんのみたいな感じなんですけど、私としてはちょっとゲーミングキーボードっていう世界を今初めて触れるんで。で、このソフトウェアでですね、いろいろなんか設定ができまして、光り方とかね。で、なんか一番かっこいいのを選んでみました。波紋ってやつがあってね、波紋っていうやつを選ぶとキーボードこんな風に光ります。ちょっと見とってくださいね。これめっちゃかっこよくないですか。こう打ったところからね、こう隅々までこう波紋のようにこう広がるっていう。これしかもね、ちゃんと同時に押してもいろんな、なんていうんですか、全部反応してしっかり正確に、で左右に波紋が広がっていくっていう。例えばこうしたら全部その分、そのキーの数分、左右に、こことここってぶつかり合わずにですね、こうそれぞれが流れていくっていうような、ちょっとかっこいいですよね。ちょっとびっくりしました。なんかいろいろ設定あったんですけど、一番これがなんかいいなっていうふうになんか思いました。なんかゲーミング感が出てるのかなと。これなんかすごくないですか、これ。今度どういうゲーミングキーボードにもこういう機能があるのかもしれないですけど、こういうのなんか見たことないなっていう風にちょっと思ってまして、まあこれがなんか虹色に光っとうようなねやつあるじゃないですか。あれもかっこいいなと思うんですけど、これシンプルに青だけっていうのも、まあ、なかなかいいのかなっていう風に思います。まあそれはいろんな色にね変えることができた方がよりいいのかもしれないですけど、はい、これをキーボードの特徴、特性、独特のなんかこう特性なのかもしれないですし、他のキーボードにももしかしたらあるのかもしれないですけど、まあ、この、キーボードではこういったこと設定ができますね。で、ちなみにちょっと設定変えてみますね。このライトってところでエミッションモードっていう、これですね、エミッションモード押すと常時点灯と呼吸とか反応とか直線発光、波紋発光っていうのがあって、例えば直線発光にします。これでセーブしてここセーブって押すと、まあなんか設定できるんですけど、じゃあこれをするとどうなのか、直線発光どんなのかと言いますと、こうキーボードを押したところからこう左右にこう光が流れていくと。わかりますかね、まあ、こんな感じですね、まあ、こんな感じで
はい、これが直線8個で、続いて反応ってやつにしましょうか。反応セーブ、セーブで、これで OK すると、光り方としてはこう押したとこがこうじんわり光って消えていくと、押したところに反応するっていうような、まあ、そういう光り方ですね。まあなんか地味な感じなんで、ちょっとこれは選ばなかったです。呼吸。呼吸っすよ、これ。呼吸見てみたいと思います。まあ、こんな感じでこう、キーボードが息をするようにこう光ってるんでしょうね、これ。これが呼吸です。キーボードが呼吸してます。はい。ちょっとあんまりなんか僕魅力的じゃないですね、これ。っていう風に、こういうソフトウェアで、このキーボードの光り方とか、光る明るさとかも変えれますし、この点滅の速度とかね、あと全部消灯とか選べます。はい。で、私の場合はこの波紋発光っていうのがすごいお気に入りなので、まあこちらセーブして、はい。この波紋発光ね。めっちゃいいですよね。なんか、これ嬉しいです。はい。これ買って一番嬉しいなんか光り方ですね。まあ光ってるだけですけどね。ということで、こちらのキーボード、一番良かったのは、この波紋の光。これちょっと嬉しいですね。買って良かったなと思います。はい。で、さっきね、ちょっとガタガタ言ってたんですけど、なんか僕の机がね、ちょっと歪んでるのもあって、それのせいだったですね。今はでもガタガタならないんで、はい。そこは大丈夫でした。はい。良かったです。本当安かったんですよ。本当にね、3900円で、他のゲーミングキーボード、そんな安くて売ってなかったんですよ。ちゃんとしたの。もう本当買いだなと思って買いました。もしかしたらね、家電量販店で同じように安売りというか、何なんですかね。在庫処分的な感じで、一斉に売り出されてるかもしれないんで、もしかしたら買いかもしれないですね。僕はもう買ってよかったと本当思ってます。そのキーボードの世界にそんなに詳しくないんであれですけど、まあ、ちょっと何かの参考になればなというふうに思います。ということでですね、今回ホリのゲーミングキーボードですね、エッジの201っていうやつですね、メカニカルゲーミングキーボードですね、というキーボードのご紹介をさせていただく動画でございました。はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。すいません、今追加でね、ちょっと撮影してるんですけど、もう一枚説明書と別に用紙入ってて、それ見るとですね、このエッジ201っていう型なんですけど、今回購入したのこれね、見てください。これメーカー希望小売価格ということで、これ21,800円するんですね、これ、もともと。はい。これ3,900円で買いましたよ、これ。ということで、すごい、お得感もすごいですね、やっぱり。半端ないお得感ですね。21,800 円のキーボード。かなりいいやつなんですね、これ多分。普通にこれ21,800 円で買おうと思わないですもん。そんな高いキーボードっていう、ちょっと私の感覚なんですけど。はい。ということで、今回お得に買うことができました。すいません、もう一回になりますけど、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと感じられた方は、高評価ボタンのクリック、チャンネル登録にご協力をよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、ノートもやってますので、見ていただけますと嬉しいです。ありがとうございました。